プロはここから寝かす間を取れるんですね。時間を取れる。今日は勝手にシャローになる人と勝手にクラブが立ってきてしまう人の違いについて解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV。 昨日新しいベルトを買ったんだけど、最近のベルトの構造がよく分からず、なんとなくで締めているブンブン鈴木です。このチャンネルはですね、あなたができなくて困っていることをできるようにしていっちゃうチャンネルでございます。うまくできちゃう抜け道をね、お伝えしていきたいと思います。で、今回のテーマは、最近よくね、シャローイング、ね、トップから下ろすときにこうね、クラブが寝るといいよってよく言うようになりました。立ってくると良くないよっていう話があります。まあ、それ確かにそうなんですけれども、これね、プロゴルファーはほとんど意識してなくても、まあ、勝手にできちゃうわけですね。で、多くのアマチュアはやろうとしてもできないと。で、さらにはやろうとして余計おかしくなってきてしまったり、寝かせようと思えば思うほど、まあ、立ってきてしまったりということが起きてくるわけですね。そこをね、今日は解決する方法ですね、を分かりやすくね、解説していきたいと思います。で、これを見てもらうと、あ、そっか、そこを気をつければいいんだっていうね、ポイントが分かります。あと、無理やりね、直そうとしてわけが分からなくなるということを防ぐことができますので、しっかりとしたね、正しい知識、何が起こってるかっていうのをね、理解してもらって、そして解決方法までね、解決していきますので、ぜひね、ご覧ください。あと最後にですね、めちゃくちゃ体が回るようになるね、楽に回るようになるストレッチも紹介します。で、体が回るようになると、このね、クラブをうまく自分の思った通りに寝かしたりとかっていうのがね、やりやすくなりますので、この辺も解説していきたいと思います。で、今回も3つのステップでいきます。まずステップ1では、じゃあそもそも勝手に寝る人と勝手に寝ない人の違いはどこにあるのかというところですね。まず理論を理解してもらいます。そしてステップ2では、やっちゃいけないことですね、多くの人がこれをやろうとして失敗しておりますので、ここを分かりやすく説明します。そしてステップ3では、これをね、解決していく方法を2通りのパターンがありますね、を紹介していきます。さあ、それでは最後のストレッチもいきますけどね。それではステップ1からやっていきたいと思います。まず、じゃあなんでシャローになる人とシャローにならない人がいるかってことなんですよね。みんな、多くの人がやろうとしちゃうのは、ここからね、こう寝かせようと、こういう動きをいっぱい練習したりします。まあ、あとは上げ方ですね、上げるところをうまく上げれば、まあ、寝るんじゃないかというふうに感じているというのが非常に多いと思います。でも実際、まあ、これね、練習すれば分かると思うんですけど、こうやって寝かすのは、その技術的にね、難しい問題じゃないわけですよ。そんなに大して難しくない。でも打つ時になるとできなくなっちゃうということが起きるわけですね。で、これなんでかっていうことなんです。それはですね、振り上げて寝かす、ね、寝かす動きと寝た状態から打つ動き、これを分けてやんないといけないんですよ。別々の動きなんですね。例えば振り上げて切り返して寝かせる、打つ、ね、これが分けてやんなきゃいけない。2つの動作を別々にやんなきゃいけないんです。で、多くの人が振り上げて寝かせながら打ちに行っちゃうんですよ。寝かせながら打ちに行っちゃう。そうすると、それは寝たまま当たってフェースが開いてど右に行っちゃう。なんで、寝かそうと思えば全部右に行っちゃうということが起きるわけですね。なんでプロができるかというと、プロはここから寝かす間を取れるんですね。時間を取れる、ね、なんで寝る、そっから振るっていう、これができるわけですね。なんで、これが分けてできなきゃいけないということですね。じゃあ、分けてできる、ね、ということはどういうことかというところをね、もう少し説明をしていきます。これはバックスイングをしてね、間を作って寝かすでしょ。寝かすまでの間の間が取れる。で、その間、その間の間に下半身が振りに行く準備ができているよということです。で、そこから打つことができるということですね。これが大事なんですね。寝かせる間の間、その間に下半身は準備している。でも、その間は振りに行かないで出るのを待っているという状態です。これが重要なポイント。で、プロゴルファーの場合は、この間が取れるように、ね、子供のうちからやったりすると間が取れたりしているので、なので寝かそうと思う必要は実はあんまりないんですね。寝かそうと思わなくても
待ってれば寝てくれます。結構勝手に寝てくれるという動きなわけですね。なんで間が取れるかというのが問題で、間を取ってる間にしっかりと下半身が準備して、で多くの人がハマっちゃうのが間を取って間が取れたなと思うとそこからもう振れなくなっちゃうということがあるわけですね。なんで間を取る振る、これが分けてできなきゃいけないというのが重要なポイント。一番の結論としてはその寝る時間が取れるよと、間が取れる、でその間に下半身が準備できるよということができなきゃいけないわけですね。だ結構難しいと思います、ね、難しく感じますよね。なので難しいな、すごい難しいなと思ったら、だから無理やりシャローイングなんかしちゃいけないよということで、その話をまあ2つ目にしていきたいと思います。で、よくやってしまうのがこの間が取れないのにこの一生懸命寝かす動きを練習しちゃうわけですね。そうすると振りに行きながら寝てくるので、まあ、フェースが完全に開いてしまって、まあ、シャンクしたような右に行っちゃって、まあ、ゴルフが、まあ、わけわからなくなっちゃうよということが、起きてきます。なのでやっちゃいけないのを無理やり寝かせようとするのは、おすすめしませんということです。まず順番としてはしっかりここで間が取れるようになってくることが最初で、その間に下半身が準備できるようになってくること、そして打てるようにするというふうに順番にやっていくのが非常に重要なポイントになってきます。はい、ではステップ3でこれからね、じゃあどうやったら間が取れるのかというところをですね、解説をしていきたいと思います。間の取り方ですねを解説していきます。まずこれが一番まあ多くのアマチュアの人、トップアマチュアの人が採用している間の取り方になります。これはですね、体を左右に揺すっていきます。体重を少し大きく移動しながら振っていきます。まあ、最近の、ね、ゴルフ理論というのは体重移動は、ね、あまり減らしないで、あまり体重移動しないで回転をしていきましょうという、ね、理論が多いんですけれども、回転だけで寝かす間を作ると結構難しいですね。難しいことになります。なので少し体重を左右に揺する動きを取っていきます。で、体重左右に揺する、ね、揺するで、これは揺すって飛ばすっていうイメージというよりも、間を取るために、ね、こう揺れてれば少しこうふんわかふんわかこの間が取りやすくなります。つまり揺れて右左と右に乗って左足に踏み込んだ時にクラブを振り下ろさないで待ってられて、そこから振ることができるわけですね。なので体重を少しね左右に揺するというのがすごく重要なポイントになってきますね。こうすると間が取りやすくなると。じゃあそのやり方についてね解説をしていきます。まずクラブをねこんな感じでね吊るす感じで、指だけでこうつまむような感じで持ってください。こんな感じで持ちます。でこれで左右に体をねちょっと右左に揺すります。まあおへそのあたりを揺するか頭をちょっと揺するか、どっちでもいいです。やりやすい方ね、自分が体重移動しやすい場所があるのでそこを左右に揺すります。で体重左右に揺すった時にこのヘッドが一緒にブランブランと振り子になるように動かしていきます。でこれは人それぞれですね、自分が揺すりやすい場所があるのでそこを自分で感じながらおへそを揺すってみたり胸を揺すってみたり頭を揺すってみたり、まあ、僕はおへその下のあたりね、丹田のあたり揺するのが一番やりやすいので、まあ、丹田のあたり、丹田っておへその下3センチぐらいのところですねを揺するイメージで揺すっていきます。自分が左右に揺すりやすくてクラブが自然にねヘッドがシャーンと大きく円を描くように動いてくれるところがいいです。体ばっかり動いて動かない、ヘッドが動かないのが良くないのと、あと体が起きちゃうのが良くないですね。こういうふうにね、そうじゃなくて体は楽に伸び上がらないで左右だけに動いてヘッドが動くのがおすすめです。こんな感じで左右に動かせるようにしていきます。それからクラブを持って同じように今の自分が揺すりやすい場所を左右に揺すりながら振っていきます。こんな感じです。そうすると揺すってここで間が作りやすくなりますよね。揺する右に乗って左にまた戻るときにここで間が取れる、
間というのは右足に乗った体重が左足に踏む瞬間ですね。踏むまでの間、この間にクラブがゆっくりと寝る時間があると、ね、でこっから触れるかどうかの判定方法は、上半身まだ力が入ってなくて振り出す感じじゃないということですね。でここからまだ触れるよっていう状態にあるということが重要なポイントになります。ふらふら揺すって、はい、右に乗って左に乗った時、肩に力が入ってなくてここから触れるよっていう状態、これができると十分間が作れるようになってきますので、寝かす間が取れてくるよということですね。でこのフラフラのイメージで振り上げる時も、少し手を先にヘッドを持っていかないで、フラフラこのヘッドがちょっと振り上がるところに遅れるような感じですね。振り上げる時にヘッドが手よりも遅れるような感じがあると、クラブがきれいに振り上がって回ってくるので、自然に寝るような動きもできてくるよということになります。なのでまずはこのフラフラをしっかり練習して、間が取れるようにしていくというのが、これがまずね、アマチュアの方におすすめな方法になります。これは、体が硬い人でもね、結構やりやすい動きになってきますので、ぜひね繰り返し練習して感じをつかんでもらうというのがいいと思います。じゃあもう一つ、これをね、回転しながらやる動きですね、間を作る動きを紹介していきたいと思います。これはですね、バックスイングしてしっかり回してぐっと踏み込んでくるとき、左足に踏み込んでくるときに、上半身が先に行かないで少し残った状態で踏み込むと、これができる必要があるわけですね。で、これを、この感覚を覚える、このタイミングを覚える練習方法としてはですね、クラブを構えたところからちょっとだけ振り上げておきます。腰の位置まで上げます。こっから体を回して、で、踏み込む。これをやるとですね、自然と踏み込んだ時にまだ上半身力が入らないで振るという感じが分かります。でもこれをこっからやって振り上げて踏み込むと、もうこの時点で上半身力が入って振り始めちゃうんですね。間を取る、ね、クラブが寝るまで待ってる時間がなく振りに行っちゃうという動作が始まってしまうので、それを覚えるには少しここまで振り上げたところから体を回して踏み込む、この練習をしていきます。ちょっと振り上げたところから振り上げて踏み込む、踏み込むで振ると。で、この踏み込み方に関してはつま先に踏んだ方がいい人とかかとに踏んだ方がいい人がいるので、これは前回の動画で解説してありますので、そこも見てみてくださいね。はい、かかとタイプ、つま先タイプという動画がありますので、それ見てもらえるといいと思います。ここまで上げて振り上げて踏み込む、そうするとね、ここまで上げてから振り上げて踏み込む、そうすると上半身まだ力が入ってないので、ここからうまく振ってくるということができると、寝かす間に振りに行くと、寝かせながら振るということがなくなってきますからね。この感じを掴んでください。ここまで上げて振り上げて振る、この素振りを繰り返しして、打つときは少し忘れて、今のなんとなく今のイメージと思いながら打つというのをして練習をしてみてください。ではこれをですね、よりうまくできるようにするね、ストレッチを紹介していきたいと思います。で、これ何が大事かっていうと、しっかりここから振りに行くときにしっかりと体がねじれるという動きがものすごく大事なポイントになります。逆にねじれてしまえば、そんなに体の動きを、ね、気にしなくてもできるようになってきますので、ねじれで間が作れるという感じになります。特に回転を意識し、体重移動はどうしてもできないよという人、ね、回転で間を作りたいよという人は、このねじれのストレッチを、ね、ぜひしっかりとやってください。まずこれはストレッチですので、実際に打つための動きではない、打つ動きの練習じゃないのでね、これを打つスイングにね、いきなり取り入れようとしないようにしてください。そこだけ誤解のないようにしてくださいね。
ではストレッチいきます。まず肋骨ってこのあばら骨があります。ここをねしっかり押さえておきます。でストレッチっていうのは意外に危険なんですね。無理するとピキってねこう筋肉伸ばしちゃったりとかねつっちゃったりすることがあるので慎重にやってください。まず肋骨をこうやってグッと押さえます。あばらをね、まあ、誰かにね代わりに押さえてもらえれば一番いいですけれども、自分で少し押さえて、でこの状態で顔を右に曲げていきます。で肋骨が動かない状態、肋骨はこうやって回らないように、あばら骨、肋骨ね回らないように押さえたまま顔だけをぐーっと回していきます。で限界まで回したら息を吸って吐いて、そうするともうちょっと回せますから、もう一息回す。でさらに回す、座ったら吸って吐いて、でさらに回していきますという運動をします。はい、でこれだけでもかなり回りやすくなる感じがすると思います。そして背骨の軸を感じて回転しやすいイメージが湧いてくると思います。で今度反対いきます。肋骨を押さえて動かないようにして、一緒にこう回らないように押さえながら顔をぐーっと左へ向けていきます。で息を吸って吐いて、でさらに回していきます。で息を吸って吐いて、さらに回していきます。こんな感じ。そうすると楽に体が回転できるようになりますから、ね、そうするとね、体が自由に回転できるので、回転したとこう踏み込んだ時も上半身が引っ張られて間がなく内に行ってしまうんじゃなくて、少し間を作るというのが楽にできるようになりますから、回転系の人はこの体を柔らかくする、ね、ここの柔軟性がものすごく大切になりますから、スイングの形だけでね習得しようと結構難しいので、このストレッチをしっかりやって身につけるようにやってください。で今回の技術編はこれぐらいです。こういうね技術編は YouTube で、あとは救助を切るための考え方コツですねはメールマガジンで配信しておりますので、それをねコメント欄で見ることができます。コメント欄や概要欄のところで見れますのでご覧ください。あと今ですね再生リストって分かりますかね、開けますか。僕の名前のところをクリックしてもらうと再生リストっていうのが上に出てきます。で再生リストのところをポチッと押してもらうと、いろいろねお悩み別に動画を並べまとめてありますので、まだちょっとまとめてる途中なのですけれども、まあ、右肩が突っ込んじゃう人とか下半身リードができない人とか、そういうね動画が分けられておりますので、それ見てね自分がやりたいとこを押してもらうと、その関連した動画がいくつか出てきますので、それで順番にやっていってもらうと習得できるようになっておりますので、そちらもね見てもらうといいんじゃないかなと思います。今度ね奄美大島に近くもうすぐ出発して合宿をしていきます。またね全国で合宿等々もやっていきますので、お会いできるのを楽しみにしております。ではうまく伝わりますように。ありがとうございました。